こんにちは、ポップグランピーの小井戸です。今日の動画は、えーと、小さいけど意外と印象を大きく変えてくれるいいパーツ、グリップの紹介をしていこうと思います。えー、とグリップは半年前ぐらいにもちょっと紹介をしたんですけど、えー、と今回オンラインショップの方にも載せたので、まあ、これから自転車をオーダーされる方にも遠方のユーザーさんにも見ていただければなと思って撮っています。 えとまずグリップについてなんですけど東京バイクの純正グリップこんな感じのがあのついてるかなと思います。えー、とハンドルについててこんな感じですでグリップよくこう質問があるのがこの上からつけるんですかっていう質問があるんですけどグリップは外してこんな感じのそうするとむき出しのハンドルが出てくるんですけどここにグリップはつけるっていう感じのまず仕組みになっています。はい では早速今日は3種類紹介をしていきます。ポップグランピーで人気なそしておすすめなアイテムたちになります。今ちょうどここに並んでいる中からこちらから紹介していきますね。まず、えー、ともうポップグランピーの YouTube たくさん見てくださっている方にはきっとおなじみだと思うんですけど、えー、とグロープスの本革グリップです。えっ、ー、とロンドン在住の日本人ユニットが作っているグリップで。 靴ひ紐じゃない靴をこを結ぶようにこう取り付けをしていってハンドルでこう革を包み込むっていうような、えー、と作りになっていますなのでまずものとしてはこんな感じです箱もすごく素敵で好きなんですけどこんな感じのものに入ってて、えー、と中身は3点セットグリップの革もちろん2枚入ってます。と えとひもとコルクこれが結構好きな方が多いんですが、えー、とそれで、えー、と本当とに靴紐と同じようにこう編み込んでつけていったらこんなな感じになりますちょっと今展示用でこうしてますが本当はもうちょっとこう握る時にはこの辺、えー、と第二関節あたりとかにこう握った時に来ると気持ちいいかなと思います。 一応結び目は編み目はこんな感じになって、えっ、ー、と。これも g がこうまっすぐ向くようにパコッとはめてくださいね。こんな感じです。結構クラシックだけど、カチッとしすぎない。雰囲気が好きな方におすすめで、えっ、ー、と何週間か前に撮った動画では約プラス1万1000円で叶う。えっ、ー、とクラシックアイテムの紹介をして、それが。 気になる方は是非見ていただければなと思うんですが真鍮のサウンドベルとこの砲弾ライドとえっ、ー、とこの本革グリップの3点の紹介でしたこれつけると雰囲気グッと変わるのでえっ、ー、とおすすめですまあプラスの金額もちょっとだけなのでえっ、ー、とお手軽にでも雰囲気はこうぐっと変わるといういいアイテムたちかなと思ってますこんな感じです あと巻く時のコツはゆるゆるっと巻くんじゃなくてこうギュッギュッギュッと結構力を込めてしっかりこうギュッとやると,、えー、と滑りもなく一応中に両面テープも入っているのでベリッといで止めて編むという感じなんですけどこの紐でギュッと編むっていうのも結構ポイントになってきます。 結構こう東京バイクとの相性はすごく良くて、どんなフレームの色にもぴったりな印象です。続いて、えー、っと、ブルックスのスレンダーレザーグリップ。ブルックスはもう150年を超える伝統のブリティッシュブランドで、まあ、自転車好きの方はもうおなじみかと思いますが、えー、っと、こちらもオンラインショップもブルックスは今ちょっとコロナになってから何かいろいろ大変なのか、結構生産状況がこう、 安定しない感じで結構こう。希少なのでオンラインショップにもちょっとだけ載っているという感じなんですが、えーとこんな感じの箱です。で。えっ、ー、とグリップはこんな感じになっています。えーとアルミニウムのこうエンド、ここからこう刺してえっ、ー、とこれとこれはこうパコッと外れたりすることもできるんですけど、はめてキュッキュッとこう締める感じです。ここ閉める。えっ、ー、と。 工具も付いてきます。で、えー、アルミニウム製のエンドパーツとここはレザーになっています。で、ここをパコッパコっと外すことができるので、まあ、レザーなので、あの本当にずっと長く使っていけるし、固形の変化を楽しむものだけど、もし何かあればこう巻き替えということもできます。あの私は？ のビズはこれのカンビウムっていう素材のバージョンレーザーじゃなくてを使っていてえっ、ー、と色が白なのでどうしてもやっぱり汚れるのとレザーとは違う素材なのでえっ、ー、ともう何度も何度も巻き替えながら使ってますっていう感じであの巻き替えながら使えれるのでおすすめですであとは本当にレザーはこう経年変化が あ,のあるので今これハニーという色でこんな感じですがえっ、ー、と結構なんだろうな本当にこう味わい深い感じになってきますサドルと同様にえっ、ー、いろいろと楽しんでいけるかなと思いますまあ、サドルを買えるとこ2万3万とかって結構こう出費が大きくなるんですけどまあ、グリップだと今日紹介するのは2000円ぐらい5000円ぐらい1万円ぐらいとこう ややお手軽にも変えれるし、雰囲気もぐっと変わっていきます。えっ、ー、と、もう、これはハニーだけになりましたで。すいません、さっきちょっと補足なんですが、えっ、ー、と、この本革グリップは3色あります。ブラックとハニーとブラウンです。で、これもブラックはそこまでこう、ツヤが出てくる感じなんですけど、ハニーとブラウンは結構色がこう、深まっていきます。 ちょっとこうオレンジっぽい感じとその落ち着いたブラウンという感じで私はブラウンを使ってで、まあ、それはサドルの色と合わせたんですけど、えー、と例えばグリップだけ変えたいという方は東京バイクの純正サドルには、えー、とこの色ブラウンがちょうど色が合うのでこれだけ変えるブラウンでっていうのがおすすめです。でこんんんな感じでで握ってくく、ると、だんだん手の油で色が濃く 濃くなんだツヤめきがかっていく感じがいいですこれも私は使っているんですけどえっ、ー、とおすすめです見た目がとにかく好きであとはこう深くなっていく色が深くなっていく感じも好きです5500円ですすいませんちょっと行ったり来たりしましたが次こっちの、えー、とタル型グリップを紹介します実はこれも私は使ったことがあります えっ、ー、とゴムじゃなくて PVC 素材っていう素材を使っていてなので、えー、と紫外線に強いというのが特徴で結構このゴムっぽい感じのグリップって多分こう昔ママチャリに乗っていた時とか。 えとこうべたついてきたりとか夏に暑くてこうちょっと溶けてくる感じとか経験された方もいらっしゃるかもしれないんですけどこれは PVC という素材なので紫外線に強くベタつき感はありませんで結構厚みがおピントが合わないかもしれない厚みがこうあって、まあ、ここからちょっとボコってなってるのでこれが全部じゃないんですけど結構握った時にしっかり厚みがあるなという感じで。 こっちはこう皮一枚なので結構薄い感じです。なのでこう手の平への馴染みも良くて、そして、えー、と結構皮サドルと合わせてつけられる方も多いです。あの、この辺の色とかですかね。こういう感じの色も結構色が色々あって、オンラインショップに載せてるのはグレーと,、えーとダークブラウンだったかな。もうちょっとずつだけとりあえず載せてみたんですけど、えっ、ー、と、 ブルックスの革サドルのブラウン深い色とかで、えー、とこのブラウンつける方もいらっしゃいます結構チョコみたいな感じなのとなんか全体的にこうかっこよくし,しすぎずこう抜け感が出るのはいいかなと思いますなんかちょっとレトロ感もあってかわいいですでこちらは、えー、2090円ですはい こんな感じで、えー、と結構こうお客さんでもまずどこから変えたらいいかなって悩まれてる方とかえっ、ー、となんかこうあ、うん、ちょっとだけ変えたいっていう方とか結構いらっしゃってどこがおすすめですかって言われるのでなん全体のイメージを変えるにはタイヤの色を変えるとやっぱりこうパッと見の印象はこう全然違って見えるのでそれもおすすめだしちょっとこう素敵な感じに こうしたいなっていうときはこの辺のレザーグリップつけると雰囲気がぐっと変わってくるのでとってもおすすめをしています。はいこんな感じです。ぜひ皆さんいろいろやってみてください。はいでは今日の動画はこれで終わります。ありがとうございました。